始めました。はじめ。どうですか、ゆりさんは。はじめました。はい。始めました。始めました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これどうですか。自己紹介とかいりますか。いらないですね。しときます。しときますか。しますか。じゃあ僕シャガです。よろしくお願いします。わーい。はーい。関裕太です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい。はい。よりもいです。あ、よりもいです、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。怖い。はい。ということで、ちょっとこれ、視聴者の皆さん見慣れない画面かと思うんですけど、うん、今日はセガネットマージャン MJ をやろうかなと、はい、この3人で。はい。ということで、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。まあ、マージャン、マージャン、マージャン、今日はね、一応あの視聴者参加型っていうのもやる予定で、3人なんで、やっぱ4人でやりたいじゃないですか、うん、なんでまあ配信の前半は俺たち3人と視聴者を1人入れて4人で対局するしていきます。で、セガネットマージャン MJ の公式ツイッターで応募募集があったと思うんですけど、その中で抽選で2名選ばれた方にこう入っていただいて対局するっていう形になります、あらかじめ。はい、なのでちょっと今見始めた人は入れないんですけど申し訳ないです。でも後半のパートでできるんで、うん、そう、ダウンロードしててください、はい、ダウンロードしててください、よろしくお願いします、はい、見てください、お願いします。はい、でまあ今言ったと思うんですけど、配信の後半は俺たちがもう3人がもう別々に分かれちゃって、俺たち1人とその視聴者3人入れて対局するみたいな感じでやります、うん、やります。はい、ダウンロードしてください、お願いします、お願いします。でこのセガネットマージャン MJ のおすすめポイントがあるんですよ。関さん知ってますか？いやいや、まだご存知ない。いやいや、もちろん知ってますよ。知ってます？はい、もちろん知ってますよ。じゃあちょっと一つお願いしていいですか？お頑張りました、僕から言います。楽しい。楽しい。楽しい。まあ、それは、ね、楽しいです。大事。うん。まあ、マージャン初心者から経験者まで楽しめて、基本無料でスマホと PC でいつでも遊べます。お関さんは初心者ですね。まあ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 、そうですね、初心者のなんでありがたいですね、はい、よりさんは、マージャン経験は？あ、なんか結構ネット対戦とかやったりとか、実物も 2,3 回やったことあります。あ、え、結構あるガチ勢じゃないですか。じゃあもう関さんより、うん、どうかな。でもこの MJ 結構、うん、なんだろう、なんか喋る人がいるんですよ、常に。喋る人がいる。え、なんか、あ、アシスト機能ですか？あ、そう、あ、それ出すみたいなことを言ってるおじさん2人がいて、なんかそれで結構やりやすくて好きです、私。あ、そうなんだ。それがね、初心者に優しい。多分これアシスト機能のことですね。そう教えてくれるんですよ、なんか実況者が2人いるんです、はい、あ、そうなんだ。それはちょっと僕もちょっとご存知でなかったんですけど、ありますね、まあ、それプラス一応トレーニングモードっていうのもあります、うんうんうん、まあその一応いきなり人とやるの怖いとかいう人とかも、まあ中にはマージャンってね、ちょっとこうハードル高いイメージあると思うんで、はい、はい、まあそういう人はトレーニングモードでできますということと、あとまあ国内最大級のユーザーとのマッチング対戦、友達とのプライベート対戦機能実装、国内のユーザーといつでもすぐにランダムマッチング対戦が可能、はい、はい、LINE の招待機能でプライベート対戦が気軽に楽しめる、おお、まあ、これいいですね、まあ、あとマージャンの今話をずっとしてたんですけど、麻雀だけじゃなくてカジノコンテンツ、カジノとかポーカーとかあります。すげえ、そうなんだ。すげえか、すげえ。じゃあもうぜひそれは関さんもね、ちょっとやっていただいて、何でもできるじゃん。あとちなみにプロ雀士と対局できる対戦機能なんかもあります。プロと、はい、プロとできます。え、すげえ。ちょっとやめてもらっていいですか。何が僕の自然な説明をちょっと汚すのやめてもらっていいですか。何が自然じゃん。素の声っすよこれ。そうか失礼な。まあ関さんがそう言うならいいか。すげえ。まあまあちょっともうね、あんまり説明もちょっとしすぎてもちょっと頭に入ってこない人もいると思うんで、まず早速その事前に募集した人たちとやりましょうよ。やるか、やりましょう。一旦やりましょう、やりましょう、やっちゃおうか、はい、ちょっと一旦画面消します、うん、失礼、部屋に入ります。入ってください。え、誰とできるんだろう。まあまあまあ、ちょっと
一旦俺たち3人の中の序列も決めときたいんでね。序列、はい、まあ結構2人の話聞いてるとやってそうな感じはあるっすね、うん、でも実は僕関さんと一番最後に麻雀やった時サンマーだったんですけど、うん、俺2曲やって1回曲がってないんですよね。まあ大したことなかったね。はい、口だけ口だけすげえ語ってたけど、はい、語ってたかなまあ語ってたか、まあ役は覚えてんだろうなって感じはしましたけど、よりさん役はどのぐらい、うん、ちょっと待って、なんかちょっと待って、あ、いいですか、この人が、この人があれか、ちょ嘘でしょこれも画面映していいのかな、めっちゃ強そうな人来た、なにこれ、なんか入りましたね、え、これ自称とかじゃなくて、自称じゃなくて、なんか神奈川ナンバーワン入ってました、神奈川1位来たよ、え、嘘、ちょっと待って、いや、俺だって稲田は1位よ、ドラマリアンピン、トレーヤーはおい、稲田狭いって言うな、マジで実況は私、小山です、神奈川ナンバーワン入ってきた、土田交渉です、始まった、俺、すげえ、実況オンにしたんだけど、俺実況オンの方が絶対楽しいですよ、この実況オンにしてみたら、なんか喋ってる、俺もずっと喋ってる、ちょっと声小さくしよう、プレイヤーあっという間に突然始まりすぎてびっくりしちゃった、ちょっと待って、ちょっと待って、これまずい、どうしよう、さあこの範囲に反応するか、確かに実況の人が教えてくれるわ、いろいろ、これがアシスト機能か、なんか実況の人たちでも理解高すぎてね、俺より先行ってるわさあこの範囲はどうする、これはいいぞとか言ってるけどちょっと待って、みんな別々なこと言ってんだ、多分ね、俺なんかやっちゃいました、へえ、すごっ、教えてくれんだ、静寂に進まれているプレイヤー、ここは仕掛けるの、ここでも仕掛けない、実況の声が意外と大きいぞはい、あのクライアントの音を下げれますよ、あの Windows の右下から、あ、本当ですか、あ、右下から、はい、なんかスピーカーマークみたいなの出てませんか、あ、出てます出てます、なんかそこを右クリックしてこう音量ミキサー開いて、この MJ のバーをこうキュッと左にねこれ、あー、あ、なるほどなるほど、これがね、あ、パパパ、ちょっと待って、これがね、あれだもんね、誰が今、あ、すいません、そんなせかさないでゆっくり来ましょうよやめてくださいよあ、どうしようこれ、バオセイスのは一体誰なのか、これ、あれなんだ、実在の土田宝生さんって言ってたから、うん、あ、あの、なんか有名な人じゃないですかね、均衡を破るのは誰だ、おそらくね、すげえ、プロを対戦できるだけじゃなく、ガチの人に実況してもらえるんだ、あ、めちゃすごいじゃん、あ、なんだこれわかんねえや、あ、すいません、ちょっと調合しちゃって、あ、キラ、うん、プレイヤー、あ、カン、カンだ、カン、シンドラは嘘、カン、あ、どうしよう、ステハイにチュンチャンパイが並んでいる、この人すぐカンするんだね、これは先ほど切ったばかりの灰、カンはでもできる時にしといた方がいいんですよ、関ユータじゃなくてあれカンユータって読みます、カンユータなんで、各社どのように打ち回していくのか、うわ、めっちゃいい形なんで入ってこないな、どうしようか、2、3、4、あ、やばい、言っちゃった、ふん、まあ僕も結構心があるんで、相手の出方を伺っているのか、はい、やばい、ちょっと待って、対面ピンズを連打している、やばい、はいはいはい、何も見てなかった、これまずい、あれ、あー、なるほどね、そういう感じか、これ、結構2人とも慣れてないですね、そんな迷いながら、ちょっと、ちょっと頭おかしいな、ちょっと俺もちょっと今日ね、あの、なんかいろいろちょっとあったんで、え、これ、あ、そっか、俺、なんかキーボードのキー封されてるんだけど、これキーで入りきれんの、もしかして、あ、これドラフトちゃおう、ちょっとやってみよう、ペース、このまま静かに進行していくのか、え、これキーボードのキーで捨てれるよ、ほら、あー、そうだね、これ全部ショートカットだからマウス持たなくていいよね、多分楽だよね、これ本当に今気づいたわ、あ、来た、リーチ、おっと、ここへ、プレイヤーどうするんだろう、なんだ、ロン、対面からロンの声、おー、はい、神奈川1位、俺筑豊1位の上、神奈川1位勝した、やべえ、リーチ一発ピンフ、これやばいぞ、はあ強強
強い。おい、金谷は1瀕死だぞ。ああ瀕死だ、もう震えてる、ガタガタ震えてる、痙攣してる。金谷は落としに行くか。金谷は1、プレイヤーはシャチャです。やるね。現在のトップはトイメンです。多分今白目向いてピクピクしてる。まだまだトップも狙える位置ですよね。さあここからどう打ち回していくのか。俺息の根止めるわ、もうあのまま。プレイヤー早くもリアンチャンテン。ここから何を引いてくるか注目ですよね。すえ、いや勝ちたいな。あっという間にイーシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。悪いね。とここで仕掛けていった。ポン、チュンチャンパイが押し寄せてきている。はい、ポンです。あちゃうね。一体この点差がこのさ、有利な街にしたいね。この範囲に反応するか。チー対面、早くも2風呂目だ。やめてくれませんか、そういう。なんかやばそう。まあ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 こすいですよ。こすいとかないんでね。勝てば勝てばいいんで。カン、あ、カンです。トイメン、ここでカンだ。シンドラはイーピン。神奈川1だったらこんなプレイしねえわな。俺親なんで。いや、親だったらこれ神奈川でもしますよ。するか。します、します。これは、うん、まさか、もしかしたらでも接待してるかも。プレイヤー逆転することができるのか。ちゆりさん、あれあれください。あれ、ここはドラを引いた。あれあれあれください。あれ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 です。あれ、なんですか、なんですか。あーちゃーとプレイヤーだ。大したことねえもん、こんな。まあまあ、これは大したことない。しょこそやばい。まあ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 、こんぐらいさっさらんとな。トン2曲1本、ドラはスーソー、プレイヤーはプレイヤーはシャチャです。やるね。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんなドラマが待ち受けているのか。こんなゴミ手見たことないっていうぐらいゴミ手だ。言い訳ですか。ああ。でも、あ、いや、なんか一体この点差がこの後どう変わっていくのか。プレイヤー、これで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。いい香りします。あ、これストック。ちょっと俺も強くなってきたな。プレイヤー、逆転することができるのか。みんな早いな、打つの。まあだって、あの関さんの神社やっぱ神奈川ナンバーワンだから考えない。そうね、なんか見てる、なんか他の人何出してんだろうとか、なんかゆっくり見ようかなと思ったんだけど、早いんだよな。ボンボン来るもん、みんな。みんな早い。早い。するか。神奈川1位。これは神社の現物ですね。もうすごいところ。あ、うん、少し場が落ち着いてきたか。あ、通った。ちょっと待って、何これ、何の音。さあ、何の音。今ここも我慢した。危険牌教えてくれるますよね。あ、これ何、危険なの教えてくれるの、これ。そうそうそう、危険なの教えてくれるんですよ。あ、デンジャーの音か。デンジャー音か、これ。めっちゃいいじゃん。各社どのように打ち回すのか。これやべえぞ。これ本当に危険なのかな。あ、これ肺が爆発するのかと思って。まあうまく打たれてしまいました。逆にちょっと出してみようかな。このアシスト機能どれぐらいで、どのぐらいのあれなのか。いやでも多分これ強っ、全く筋とかがないだけじゃないかな多分。まあ、確かにそのうちのね、結局危険なやつなんて何個もあるからね。またこのうる、ちょっと3曲、ドラはローソー、プレイヤーはなんちゃです。実況の音を消すのは、現在のトップはトイメンです。ここはクッションスローからの直撃を狙いたいですね。意識した方がいいかもしれませんね。なんか煽られてる、ちょっとね。煽ってくるよね、たまに。煽ってくるんですよね。硬直してますね。プレイヤー、これで一歩前進。方針がどうするんでしょうね、みたいな。ポン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 。上がりたいな。なるほ。
なるほど。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。さあこの範囲に反応。ここはスルー、うん、俺もありて。もう俺前麻雀を教えてもらったのになんかもう全部忘れてるな。教えてもらう。プレイヤー逆転すること。さあこの牌はどうぞ。ここも我慢した。なんねえこれね、ねえねえこれね。どうしたどうしたどうした、どうしたんですか。むずいね。各社相手の出方を伺う。プレイヤー、ぬるいんですか。いや、むずいね。あ、むずいっすね。神ちゃん、捨て牌に純ちゃん牌が並んでいる。めっちゃ煽ってくる。神ちゃん、やばいやばいやばい。ああ、なんかちょっともうこれ怖いな。ああ、怖いな。トンはション牌なので、とりあえず様子見ですかね。これ3ピン危なかったな。もう怖いな。そうそうな。周り緊張感が漂っている。神ちゃん、マンズを連打している。ああ、怖い怖い怖い。ああ、怖い怖い怖い。うわ。でも、神奈川の人。ここフィンズ怖いな。フィンズえぐいね、あれ。フィンズで怖いですよね、出すの。あ、ちょっと待って、やられたくない。しかも9ピン入ってきたから。時間なくなる。あ、やばい。やっぱりな。うわ、時間なくなる。やばい、やばい。やばい、やばい。うわ、なかった。跳ねた。これね。お、やっぱね。お、やばい。復活してきた。全然しかない。あ、やべえ。いてえ。おやべえ、俺関さん、関さん殺して。いや、ちょっと安心、安心だな。ドラは急走、プレイヤーはなんちゃです。こっからよ。ここからどのような手になるのか注目ですよね。果たしてこの曲を制することができるのか。リーチはできますよ。何の意味がちょっと点数稼がないと。とりあえず様子見ですか。マイナスでもちょっと見てみたいな。プレイヤーこれでリアル。対面、いきなり仕掛けていった。ジュンちゃんパイが押し寄せてきている。うん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 。なんかマサノリチャンネルみたいな声の人いるな。チー対面、早くも2風呂目だ。なんか一人いますよ、うん、なんとかですよねって言ってる人いる。パーっている。うんうんうん、弱々しい声の方の。そろそろチートイの出番か。あ、いるわ。この範囲に。やばい。あ、やばい。やばい。やばい、これは。ちょっと待って、マジでやばい。これは華麗な打ち回し。どっちもいけるな。これは下者の現物ですよね。バカにしてる。いや、してない、してない。いや、知り合いに似てるだけですよ。これ、どうしよう。俺もね、わかんねえとな。さあ、ラスハイだが。はい、ポーンと。はい、ポーン、それポーン。でも、次の、その、プレイヤー死ぬかもよ。という間に、いい試合だ。ストレートに引けるかな。上がったら、俺が。ストレートに引いた。やっべ。いやーでも、あ、これ金の怖いな。どうしようかな。プレイヤーテンパった。ここも我慢した。上がったりますわ。ここはドラを引いた。なんか怖すぎるかも。なんか何でもないシャアでもベーベーって言われるとドキッとするんだけど。ここでも仕掛けない。ずっと鳴ってますよ、ベーベーって。盛り上がりません。うわぁ。プレイヤー、息を吹き返すことができるか。ちょっと、チョコ。はっ、嘘、びっくりした。一体この点差がこの後どうか。時間めっちゃあったじゃん。え、なんで来たの。本だ。いや、これね、あれよ。この、うん、赤いゲージが、ん、どっちかのゲージがなくなったら切られる。
あ、そうなんだ。そう。はい。まあ、ちょっととりあえず稼いでいきますか。まあ、ちょっと進めていきますか。おやり蹴ってくれて、俺もありがたいよ。嬉しいですよ。なんすか。ナイスです。ナイス。なんすか。いや、違う。普通に嬉しいですよって話ですよ。そのタイはない、タイはない。プレイヤーは親です。いや、俺ここから逆転するわ。この試合もいよいよオーラスを迎えています。プレイヤー最後に見せ場を作ってほしいですね。さあ、どのような結末が待ち受けているのか。おお、お、いいかも、これ。プレイヤーあっという間にいい射程だ。上がりまであと一息です。ああ、いらね。なんか、こん嫌いだ。上がりゃいいのよ。プレイヤー、息を吹き返すことができるか。息を吹き返すことができるか。やべ。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。うん、コメント欄で。早くない？これはきついか。果たして追いつくことができるのか。やばい、神奈川ナンバーワンたるゆえんを見せてきてる。伊達じゃねえの。消えちゃいましたね。あれ、あ、いや、分かる。逆転することができ。さあ、怖い。間違えた。間違えた。間違えた。シモちゃん、ここで噛んだ。なんてことは、逆転される可能性が。一歩も下がらないぞ。はい。あ、シモちゃん、これは思わぬ失点。ほら、もう上がっちゃったんだ。あや、でもそんな。うわ、もう上がっちゃったんだ。休めの方だ、休めの方でよかった。乗ってねえし、よかった。あぶねえ。よかった。よかった、まだ3位だ。しゃー。まだ3位だ。終わりです。終わりました。よし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 、 You win。 ありがとうございます。ありがとうございました。神奈川1位の方ありがとうございました。ありがとうございました。1位の方、あ、神奈川1位。あ、関さんより上でよかった。まあ今回譲りますよ。はい、よかった。今回ね、でも僕1回上がれたんで。ありますね。1回上がれたんで僕満足です。ああ、まあ、うん、強者だったっす。え、これこれはちょっと音量を設定します。はい、はい、どうぞ。はい、この方が大きいな、ゲームの。俺も実況解説ちょっときっと煽られることの方が多いから。俺はまあ結構いいこと言う、いい感じのこと言われたから、うん、いいな。ちょっと煽られるんだよな。しかもやっぱなんか親近感が湧いて、これか、いい感じがする。実況解説の音が大きいのでボイスかな、ちょっと下げちゃおう。はい、俺次の部屋入っとこうかな。あ、失礼し、いいんだっけ、これ入って。あ、はい、あ、そうだ、なんか全然なんか、うん、そう、あ、そうだ、2人目の方のあれを案内をしないといけないですね。いや、でも入ってるですね、2人目の人。あ、入ってる。 OKOKOK。じゃあ私も俺が入れば入ってこう。やべえ、なんかやべえ称号つけてる。やべえ称号つけてる。強そうな方ですか。めちゃ強そう。ああ。なんだこれ。小さく、え、なんて書いてあるのこれ。なんかキャラクターが。トゥーオー。何これ。トゥーオーで、トゥーオー。トゥーオー。それはだいぶトゥーリオに。ああ、なんか本当に強そうな人来た。トゥーオーだよ。すげえ。目に選ばれし者って書いてある。目、月じゃない。目っすかね。月っすか。月に選ばれてんだよ、俺絶対強いじゃん。すげえ、これ選ばれたの俺だわ。これガチで、これ選ばれたの俺っすわ。いや、これ俺っす、これ。これ、いおりさん気にしなくていいっすよ、これ、いつも言ってるやつ。今回行くっす、俺。これ選ばれたのは俺。どうかな。気抜かないっすね。あー、くそー、俺見せたくなかったな。俺の手を見せたくなかったんだから。あ、なんだこれ、何がいらないんだ。また対面か。
どうしようかな。わあ、ドラスト高いな。うわ、なんぞ俺。なるほど。やばい。マンの形がいいですね。ほら褒めてくれる俺に対しては。結構褒めてくれる。嬉しいぞ。やべえこれ。草タイプだ。あれ？あれ？なんかミスった？ミスったのか俺。いやこれは大丈夫、これはいい。ああやばいやばい、なんでドラってこんな捨てにくいんだろう。チュンチャンパイって何？何これ、チュンチャンパイなんだろう。チュン、結構専門用語言われるとむずいよね。むずいね。でもなんかやってる感出てくる。俺やってんだなって気にさせてくれる。チューチャンパイ俺やってんだなってならない。あ、チューチャンパイとはスーパーの2から8の牌のことって教えてくれてます。真ん中の牌。中。あ、中パイ？俺ね。な。こうだよ。中パイね。なるほど。真ん中の数字ってことですね。これと、あ、ん？え、泣いていいのかなと、ん？じ。じゃあ。これね、この1位獲得条件がね、分かるのマジで嬉しい、俺。じ。これ何に泣いた俺。おい適当に話すんだって。いやいや違うんすよ、分かってなくてもアシストがなんとかしてくれるんすよこのゲーム。これいいことっすよ。まあ、ね、そうか、全く分かんなくてもね、アシストして形にしてくれるんすよ。こんなにいいことありますか。何やった俺。いいとこっすねこれ。ネットマダンの目つぶってやってんのかと思ったわ。あ、こっちだこれ。なんだ。あ、分かりやすい。おれ震えろ。震えろってそれ1000点じゃねえか。どう震えろってやばい。リーチ何リーチでけえぞ言っとくけど。いや絶対大将ね、早いんだよなみんな。あれちょっと待って、これ大丈夫な。まあいいや。なんちょめっちゃ速くないみんな。ゆるるん、 なんだこの音。わは何今の、スキル使った。うわっ、2を強いな。ドラさん、バンランドラさん、いやこれは選ばれてるね。ドラで来るタイプね。好きに選ばれてるしな。これはこれ運で麻雀してますね。うわ俺か、俺が東家ね。俺気持ちよすぎだろ。いや俺ね今めっちゃ強かったんだけどね、全く怖かったな。あんまりだな、ついてねえ。てかみんなね、ちょっと待って、マジでみんな早い。なんでこんなみんなこんな早いの。慣れてる。めっちゃ慣れてないですか。いや関さん一番年上だから。いやいやいや、目がもう目が関係ないです、関係ないです。もうやっぱね、あれだよね、でも結構強い人って、年いってる人で、やっぱ経験ですからね、経験。まあそうか。麻雀は。あ、間違えてない。いいよ。よかった。ん？ちょっと待って、俺これよくわかんない。俺これどうなってる？わかるよその気持ち。俺ずっとそれ思いながらやってる。17？ん？
なんだこれ。あ、ん、はい、やばい、やばい、なんか頭おかしくなっちゃった。こんなにアシストしてもらっても俺の頭じゃ。あ、どうしようこれ。そうなんだ、アシストあってもおかしくなんだから、なかったらもう俺多分打ててないよ。これいらんよな。あれ？うわ。いやごめん、なんか俺頭おかしくなっちゃった。届けない。やばいな。これもったいない。なんかすげえな。なんだろうこれ、ちょ、未だに理解できない。俺これどうなってる、なんか俺灰が多いぞ。多い、多灰、どういうこと、そういうことってあるの。やばい、ちょっと待って、危ない。ああ、時間切れで切られるからな。リーチしちゃえ。あー、つえー、やめ、やめろ、マジで。ちょっと待って、俺なんか危ない、リーチしんじゃねえか。みんなこれ大丈夫、これみんな悩んでない、あ、やばい、あ、しよしよし、まあなんかよくわかんないけどなんかよかったわ。まあ振り込まなかったらええね。うわ、うわ、あー、一発、うわー、あっ、つえつえつえ、うわー、つえ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 、あっ、つえつえつえ、救われた、選ばれてるな、選ばれてる時あるな、マジでうまい、やっぱうまい人ってうまいんだな。うまいわ。上がりたい。まだ上がってないっすもんね。僕は上がりましたけど、僕と社会が上がりましたけど。ちょっと心に来ました今。まだ上がれてないっすもんね。上がれてないっす。いや、めっちゃ気持ちいいっすよ。上がれると。ああ。うざめな煽りきた。やっぱエフェクトがある。エフェクトがいいんすわ、エフェクトが。俺、成し遂げたんだ。そうそうそう。成し遂げたんだなって気持ちにさせてくれるんですよ、このゲーム上がったら。俺、気づきましたね。ゆうさんはじゃあ、まだ成し遂げた感覚を。成し遂げてないですね。成し遂げてないですね。はい。これ。はい、だね。成し遂げてね、成し遂げて、4位じゃないし、4位じゃないし、強い。聞いてます。しかも聞いてます。まあでも俺今回3位、今回俺2位だし、俺2位か、何もしてないのに。しゃあ、どうやるんやこれ。こうだ、よし、じゃあ、お、どうぞ、杖よ、ちなみに。いや、ここ上がられたくないなぁ。ちなみに杖よ、一発いくよ。一発いっちゃう、ん、これは出るだろうな。リーチ、お、おっしゃ、うわっ、どうだどうだどうだ、チーだよ、うわ、これは上がれる、いや、上がらせてほしいなぁ。こいこい、こい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 。チェキさん何出すんだろう。この、つもぎりの、あれが早い。おぉ、なんだ、つも、つもった、つもった、よし、やるね。うわ、まあ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 、安いっすよ、安いっすよ。リーズもいいペーコー、いいペーコーっす。やばい、2社は取りてえな。いやーさっさっさっさ、いや、展望うめえ。まあ俺の親なんでね、あざ、俺これ今日の配信終了まで俺この親続けるから。逆にやっていてほしいわ。すげえよ、マジで帰らせねえよ、言ったらすげえよ。すげえわ。ちなみに俺ガチで強いぞ。強い。いや、俺のは絶対強い。俺のは絶対強い。ガチで強いぞ。
あれ、え、怖いな、これ切るの。まずはね、これは別に俺は早く上がるつもりとかそういうのじゃないからね。まずは言っとくか。まずはね。強えよ、ちなみに。まあ、でも俺ガンちゃん、これを出した上で言うけど、俺マジ強えよ。強い俺なんか弱気すぎる。違う違う違う、本当に強い、本当に強い、大丈夫大丈夫大丈夫、そんなケチな上がりせん。俺はケチな上がりせん。夢を追わしてあげるよ、翔太君に。ガチでケチな上がりやせん。俺は1位狙ってる。リーチ。絶対関さんが出す。いや、これ怖い。いや、俺結構わかるよ。わかるよ、俺。わかるよ。まあ、そう言われたらなんかムカつくな。なんかムカついてきたな。関さん絶対出しますよ。出してほしいんでしょ。出してほしいんでしょ。まあまあまあ願望かも。出してほしいんでしょ。これあどうしよう、怖いけど出しようが。これ、あよかった。あみんなセーター。おらおらおら。ちなみにこれ E1 ドラ乗るよ。裏ドラでドラ4ですよ、これ。これ棚だから、もう、はあはあはあ、え？ああ、そういうことか。いや、ドラ4になります、これ。願望の話か。妄想の話ね。いや、違う違う。そうなる。あ？出ないね。さすがに。これ、マンズキルの怖い？あ、さすがに。ちょっと待って、いや怖いっすよ。でもリーチしてからこれランダムで切ってるだけですからね。あ、そっか。いや出してあげたいな。やばい、俺この上がっちゃうよ。シャー君早く上がってくれよ。俺そんなケチャって上がりたくねえよ。早く上がってくれよ。もう上がりて、上がってくれよ。全然上がんねえじゃん、あんなに脅しといて。これ、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 ちょ、勘弁してください。俺、街悪いんすよ。マジで？俺の勝ちです。あ。いいだろ、親なんだよ。しょっぺ。マジでしょっぱいな。絶対嘘、絶対嘘、こもってなかった。俺にはわかるよ。強えぞ。これいろいろ見れるな。カン、カン。うわ。やべ。なんで俺カンしたんだよ。カンが光ったら押しちまう。押したくなるアシストしてるんだよね。やべ、ちょっと待って、うわ無理だ。だから結構、だからそういう場をね、盛り上げるシステムが搭載されてるこのゲームには。カンを押してね。いらねえこれ。なんだ、お、あーかん。おっ。行くぞ、歯食いしばれ。みんな頭おかしくなっちゃった。行くぞ。あ、このタク、このタクバカ2人います。俺と関さんです。なに。
操作間違えた気がする。大丈夫ですよ。操作間違えてもいいよ。間違えてもなんとかなりますよ。なんとかなるかな。これはまずい。アシストしてくれるんで。あ、なんでイースをしてたんだ今。ああ大丈夫ですよ。せでもなんかやってるやついるな。なるほどね。これはさ、やべ時間が切れる。え？あ、大丈夫か。怖いね。なんかね、このね、あ、やる。まさでな、危なかった俺。成し遂げた？成し遂げた。うわっ、うわっ、パターン。あぶれ。こんななんか途中ミスったみたいなこと言いながらしっかりやってるじゃないですか。はい。でも最下位です。でもまだ上がれたら、いや上がれたら、上がれたら、成し遂げた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 。あー、でもあっという間だったな。早い。俺、これもういいのか。え、これもうこんな、もういいのこれで。なんか4位のままじゃやだなみたいな気持ちもありつつ。これじゃあいいわ。これ勝手にやってみようかな。これ再生ボタンあるじゃん。今来てくれた人、ちょっともう一回来てよ。来てくださいよ。これやってよ、これ怒るか。今のもうなんかもうちょっとやりたいよな。これ再生いけんの。コナタさん、一回再生してみて。ちょっと同じ部屋入ったら、そう、同じ部屋入れるんですよ。入れるんですよ。そう、ちょっと右下の再生で抜けちゃったからもう一回入ります。私、コナタさん来れないかな。これコナタさんが来れなかったら俺ちょっと解散して、あれっすね。さすがに、さすがに来ないか。さすがにか。逃げたか。来ないか。言いたい放題だ。逃げたか。いい、まあ来なかったら、まあ、勝ち逃げっすか。いいんすか、勝ち逃げで。バラバラか。うん、勝ち逃げでいいんすね、本当に。気持ちよく終わっちゃうんすね。おお、僕ら置いて、あおりすぎた。いいね、まあ俺らの勝ちかじゃ。うん、まあじゃあ俺らの勝ちでいいか。はあ。でもこれは配信を、うん、俺たちの配信を見ずにやってるという清廉潔白な。まあまあまあ全然そうだね。あ、そっか。えらい。あ、えらそうだ。配信見たら見れちゃいますもんね。あ、えらえらいか。そっか。えらいぞ。えらさに免じて進行するか。そうやな。ああ。うん。えらかった。えら。さよなら。じゃあ。じゃあもういよいよ早速ではありますが、はい、今度は3人分かれて視聴者と対局します。はい、はいよ。一応なんか視聴者のために参加方法を説明しますね。はい、あの俺と関さんといよりさんがフリーモードの、プライベート戦でそれぞれ部屋建てます。はい。で、まあ各々準備できたらルーム名パスワード公開して、参加したい人はルーム名入るからルーム名を入力して、入ります。はい、はい、以上です。ありがとうございます。パスワード入力して、参加、早い者勝ち。はい、早い者勝ち。OK、来なかったらどうしよう。早い者勝ちです。で、皆さん手元にねアプリ起動して持っているとはいいいかもしれません。そうです。来てね、よろしくお願いします。来てくださいね。今、あ、今ダウンロードしなかったって人は2戦目とか入れる可能性があるから、今のうちにやっといた方がいいかもですね。ありがとうございます。はい、じゃあしました。まあ終わったらじゃあまた集合しましょうよ。あ、そうだ ね、 ね、何時、何時ぐらいだ。22時半ぐらいですかね。
半ぐらい目安了解、はい、半ぐらい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。また後ほど。じゃあまた後ほど、はい、おつです。おつです。こっからさ、参加型になるんですよ、このゲーム。まあ人とできますよっていう、そのあれがあるんで、参加型になるんですよ。ちゃんと僕が言ったようにみんなインストールしてくれました？ねえ、これしてくれてなかったら僕ぼっちですからね。これ頼ますよ、マジ頼ますよ、頼ますよ。これ誰も来なかったらどうする？俺マジで泣くよ。来るかな。オワコン俺マジで頼むよ、頼むよマジで。部屋名が関裕太討伐戦で、関裕太がひらがな、討伐戦が漢字3文字、パスワードが1234321、半角数字。来れます？ちょ、トイレ行ってきますわ。キャー、ちょ、トイレ行ってきますわ。あ、来た。よかったー。おちょっとエントリーめっちゃ来てる。ちょ、トイレ行ってくるわ。俺エントリーどこまで行くか見よう。ちょ、トイレ行ってくるわ。俺はもう100万じゃんしよう、100万。100万しよう、100万。おお、ちょっと待って、これ。あれ、ちょっと待って、俺これ大丈夫かな、俺、見てたかもしんない。おい、100万じゃん。100万じゃんしよう。最後の一人まで生き残りかけて勝負しよう。対局開始。ゴー、俺、これ見てたかも。大丈夫かな。おい、残りは96人。残りは96人、どこ行ったんだよ。ちょっと待って、おい、残りは96人、これどこ行った？見学してる？大丈夫？残りは96人。何が行った？何があった？見学？これ。お願いします。休めろ、アグターさん。お願いします。残りの95人はどこ行っちゃったから。やっていきますか。まあ96人多分俺たちの周りを取り囲んで、この4人が座って打ってる中、96人周り取り囲んで見てるんだと思います。感染してるんじゃないかなと思います、多分。ちょっと分かんないけど、96人消えたこれいいのかな。せっかく来てくれたのに。あれかも、25組勝手に作られてんのかも。もしかしたら。リーチ。早っ！落としだよ。落としの道具じゃねえんだよ、アシストはよ。そんなもの落としも効かねえぞ、俺には。あ、これは危ない。
今でもマッチ待機できる。あー、立て直し。あー、大丈夫だった。あれ、立て直しかな。じゃあ次、まあいいのか、いいか、いいか、いいか、大丈夫っすね。ちょっと待って、やばいかも、時間がない、危ねえ。何、危ねえこれ。そんな脅すなよ。ちょっとマジで時間がねえ。これ大丈夫、この危険マークついてるやつ出してったらどのぐらい的中するのか、ちょっと試してみたいわ。ひたすらこの危険アシストマーク出るやつをね、出していく。逆に出ないやつはもうこれアンパイなんかな。リーチの、リーチの、リーチの方でアンパイなのか。アンパイがこれなってんのかな、アンパイなのこれ。ここで残った絶対嘘、絶対嘘。ここで生き残ったデスマッチが始まって、やばいかも。生き残った人たちでまたあれか、勝負するのか。上積みを選んで、強いやつを選んで、 MJ デスマッチここで開催するか。あー、やべ、 GC OK、 OK じゃねえわ、流局テンパってねえわ俺何の音だと思ったらあれか まあでも僕親じゃないんでいいんすわ。あずま家ね、なんかみんな強っ、みんな早い、早くてさ考える時間がないんですけど、ちょっとゆっくり、時間余ってるしな。これあるんだったらいいか。ゆっくり言ったろ。考えながら、そんなね、馬振る必要ないんですよ、麻雀は。ゆっくり打ってもいいよ、ゆっくり。ゆっくり打てばいいの。馬振りですよ、こんな。タカ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 出していくの。馬振らなくていい。100万狙ったるか。これ引いたらマジすごいぞ、俺。はあはあはあ、いらね。まあ取っといてやるか。ケチな展望拾う気なしだが。じゃあ俺親か、行かないとな。しょうがねえな。この18、まあでもかなりいい感じな。ではめちゃくちゃいい感じ。ちょっと待って、これ何がいらない俺。やっべえ。2、もう4コンだろ。ってことは実質単位、片面。は？待って、やめろ。うわ。ちょ、だるい。やべやべ、時間がねえ。これ時間がねえ。何のキャラこれ、どういう世界観これ、マジで
これどういう世界観？これたコラボかなんかしてんのか。やべえマークついてる。これしこれた多分大丈夫ないですよこれ。さっきからこれね嘘ついてますこれ。こうやって相手がリーチしたときは一応危機感を持てっていう意味で、別にねこれさっきからねそんな危険じゃないです。このアシストマークに関しては、このアシストは危機感を持たせるってアシストっすね。まあでもガチアンパイはならないから、なってなかったら速攻切っていいって考えると割といいな。あー最悪だね。いいや、123出てればなあ。あ、対戦ありがとうございました。タイヤをドラ。おい、そんなクソみてえな手で俺の親を流してくれたな。よくもんなクソみたいな手でよくも俺の親を流してくれたな。これいけるな。一方通行いける。一方通行。ああ、これいけますか。一方通行。ああ、もういけますわ、これ。一歩通行いけます。9、8。8がでもこんなにあると困るな。あかん！チュン。いや、これチュン、今のうちにきっと。抱えてめんどくさいことになりそう。捨てといた方がいい。チャンスでもあり危険な範囲でもあるんだよ。ドラのチューンはさ。揃えた方が気持ちいいんだよ。まあ、いや。なんかこういうゲームでさ、ああ、これ一発とかなるの？これ。無理か。ここは無理なんだ俺。あ、いやなるわ。なってるから。1,2,3。あ、いけるわ、これ。一歩通行いけるわ。たまにキャラクターがさ、自我持ってさ、これ綺麗に並べてくれないことあるじゃん。まあ、麻雀のゲームって。このゲーム、キャラクターがみんな几帳面なんでいいですね。若干ずれてるんでムカつきますけど。ちょっと、この、こういう、たまに若干ずれてムカつきますけど。まあでもいいですね。基本的にみんな几帳面に言って、これちょっとなんか、キャラクターに言うのかな？ちょっと安室さんちょっと汚いですね、打ち方が。こういうちょっとなんかずれてんのムカつくんだよな。しっかりそれ、ああ、それだ、よし。これ、几帳面でいいわ、キャラクターが。このゲーム。これいいとこですね。はい。いいとこ100個あげます。終わるまでに。このゲームがいいところ。まず、キャラクターが、捨て牌が綺麗。丁寧に打ってくれる。これいいとこです。100個あげます。ポンに気合を入れる。やば、チュンのドラさんかやばいな。ポン。みなみね。マージャン俺もあっさいからな。はい、来た。あ、来てないか。これなんだ、俺3がいるんだよな。3と6がいるんだよな。あ、あ。タイヤをチートイドラ。これ何なの？これ。
これはおそらく全部俺が今から話すのは裏を取った話ではないけど、多分ゲーム内でちゃんとこういうなんたらカップみたいなのが定期的に開かれていて、そういうイベントがね、それに対する称号ですね、いいとこあげます。そういう大会とかしっかり開かれていて、コミュニティが盛り上がっている、いいとこに、その2、多分開かれてるんでしょ、大会とかがちゃんと、その称号みたいなのが多分もらえるんでしょ、これ違う？多分だけど。あと98、アシストがしっかりしてる。これで3つ、余裕であげれる、簡単すぎる、100個あげんの。アシストがしっかりしてる、音がいい、4、音がいいです。このハイを置くときのね、この音、これ多分収録相当こだわってますね、相当こだわった収録してるね、これ。ほらもうこの音よ、この音。4、クリックしたときのエフェクトがいい、輝くエフェクトね。気合が入ってる、ポンの音声に気合がすごい。これ6、やべ、あ、間違えた、嘘でしょ、あ、しまった、最悪、これ上がってるやつワンクリックで出したのか。ペイとかいらねえよ、ペイとかハクとかマジでいらねえよ、一番必要なやつ俺、まあ、最悪、まだミスしてもいいかなっていう気持ちにさせてくれる。7、ミーチ、なんだろうこれ、にん、世界観がいいね。おらんやろ、ポンとかしながらこんな白紙の声出すやつ絶対いないでしょ。世界観がいいね。危険マーク、絶対危険、あ、これ絶対危険です、絶対危険です、これは危険じゃないと思うよな。端っこは大体通る、あれ上手いやつは端っこで待たない、まあどっちにしなきゃしても危ねえわ。これちゃう、つもう、リズモドラドラバンガン、はあ、あれか、裏ドラが乗ったのか、今の東西南北の俺、あれ分かんないけど、やっぱちげえわ、戦国乙女カップサンマ S 賞はちげえわ、あのサンマ S 賞だからね、終わったかも。はい、3位、ありがとうございました。なんかこれ、え、何これ、 VC みたいなあれなんだけど、今の、ちげえ、なんだ今の音声は何なの、あれ、ああ、プロの人なんだ、プロの人の音声で遊べる、まあいいとこっすな、これ。おー、100エントリー入ってる、100エントリー100入ってる。いくぞー、いきますよー、100人、これ4人プレイして96人が見学じゃないですからね、ちゃんと25組作るんですよ。25組ちゃんと作られますよ。いいじゃない。テンポいいな、テンポ。やっぱ。なんかすげえテンポいい気がするわ。細けいとこ詰めてる感じはすごいするな、これ。なんかさ、早くない？この出して次に操作が行くのが早くない？この間が早くない？この間が。ポンと置いて手引き終わるまでできないとか結構ザラじゃん。これめっちゃテンポ早くない？さっきから。このゲームマジでテンポいいわ。ケチな展望拾う気なし。やっぱ拾います。やっぱ拾います。
トイトイ行くか。俺ならいける。リーチ。は？うん、もう余裕。これは運ゲーでしょ。これね、やっぱ救急ですよ、救急。まあまああんまやってない、救急は。こういうのでも、こういうね、やってなくても、一発を出せると。そのワクワク感もやっぱ麻雀のいいとこですよ。まあ、いいとこですね。これも。いいとこ10個目。ポン。はい、ポン。これ誰か待ってんな、この辺。出したら多分持ってかれる。俺が抱えとく、最後まで。はい、ポン。はい、ポン。これもしポンしてもな、こんなブーブー言われたら、まあ、確かに危ないっちゃ危ないんだよな。俺でもこれが一番危ない気がするわ。これどっちに捨てられん、ポンもどっちでもいい、こんなのは。いやこれ当番危なくなくない、危なくなくない、これ。絶対来ねえ絶対来ねえ。だが、ケチな展望拾う気なし。やめろ！いや、まだ出揃ってない可能性もある。うわっ。うわっ！リーズモって読むんだ。へえ。リーズモって言うんだ。そのリーチとなんたらかんたらなんたらを、門前なんたらかんたら、門前バライズモみたいなやつ合わせてリーズモって言うんだ。そういうコンボ、技名みたいになるんだな、コンボみたいな。浅いからさ、俺も役の読み方とか知らねえ。全然俺は役の読み方、俺全然わからん。門前なんたらかんたらとかわからん、俺わからんわ。学べるね。役を音読してくれるゲームねえかんな。学べるわ。結局ね、ネットバージョンやってね、リアルでやるかってなった時できないの。できない、マジで。なんとなくできるけど、このゲーム教えてくれるから、ね、いい勉強ですよ。俺予習になりますよ。これを入り口に始められるわ。なんたらかんたらツモですとか言えんくない、ね、これで俺もリーチして自分で積もったらリーズモって言えるわ。自信を持って言える。これやこれがいらんかったな。ドラ？いらね。ポン。ドラの威圧感大事だ。これいいとこだね。いいとこ10個目あげます。ドラの威圧感がある。全身金色、もう金色ですよ、金色。威圧感があるドラに。ドラの大事さを学べる。これ本能的にドラの大事さを学ばせようとしてる、この MJ は。ドラの大事さっていうのをね、学べるね、これ。これてか、プロの人がこれ使って対戦してるってことかね。タイトルに書いてあったんだよな、プロのなんたら戦みたいな。あんま知らずにこういう時に浅いこと言わない方がいいんだろうけど。してんのかな？本格思考じゃん。あ、してんだ。
へえ、面白い。なんだこれ、さっきからなんかもうこの辺取ったらよかったわ、これ。わかるわけないからね、これでもね。このマンズがこんだけいっぱい来るなんて分かってたらもう僕取ってますからね、これ。エスパーじゃないですからね。プロはでもそれもわかんのかな。他に25組作ってるけどさ、俺とマッチングしなかったら切断してるとかな。あー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 あああああ、これ痛えぞ。ジュン、ドラさん、バンラン。痛えぞこれ。4班30プってなんや。プってなんや。テンポいいな。いやでもね、マジで一番テンポいいかも。冗談抜きで。めちゃくちゃテンポいいかも。早いね。結構せっかちの人マジでいいかもな。多分これね、今時の Z 世代と言われる若者たちにいいっすよ。このテンポの良さ。動画も 1.5 倍で見るっていうからな。Z 世代の若者は。このテンポの良さは。これでいくか。これ捨てようか。もう今時のガキンチョ、これ、ま、たぶんマジでいいよ。これ、ほんと、たぶん、クソテンポいいよ、俺。出してから次の人に操作行くまでの。たぶんこれ、手放した瞬間、次の人に操作行ってんだよね、もうこれ。これ、待たず、ほら、ほら。クソテンポいい。今時の、おー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 、いらね。ちょっと待って、俺何がいるの？俺一番苦手、この形になった時。これできてるな、でも。これいらねえな。ポン。これでいいな。お！これが麻雀の。これが麻雀や。これ出るな。これ多分出ると思う。このゲームのいいとこ今。ん？俺が上がれそう。いいとこ。すでにもう11個目。俺が上がれそう。来てほしい牌が来る。12個目。これ教えてくれんの？ちょっと、わざと買ったからね。おい、何してくれとんじゃい！しゃあ！キンキンキンって。おい、どっかで聞いたことある音、今聞こえたぞ。キンキンキンって聞こえてきたぞ。激アツの音聞こえてきたぞ。あ、本能的テンション上がろう BGM SE 流れるようになってんだ、このゲーム。俺、つえ。何今の演出。何これ。どういうこと？どういうこと？強いってこと？俺。俺、つえってこと？これ。何だ今の演出。あ、わかった。ドラの数だ、多分。来てるとき？あ、親だからかな。来てる演出、今。ハイパイ杖って言われても俺わかんねえからな。まあね、でもね、
ドラが強え、ドラが強えからいいの、いいか。これちょっとなんか使いづらいな。まあドラありゃ強いんだよな。これ来たら最強だな。ここ来たらめちゃくちゃ気持ちいいな。これ、ここ来たら最高だな、これ。最高。あ、そういう感じか。あんま上手くないんだ。まあ、麻雀の厳しさを教えてくれるんだな、このゲームは。ここ来たらすごいよ、これ。スポット。これ役になるんですよ。これが、2個ずつは、役になるんですよ。まあ、要するに強くなるってこと。ここが来たら一番気持ちいい。まあ、でも大体そういうのって来ないんだよね。いらな。なぁ、もう。チー。捨て牌で森ができる。捨て牌で森作れる。あ、まずいこれ。捨て牌で森作れる。森林ができる、捨て牌で。そんな、偏るなぁ。マジで。うわ、いや、これ微妙だったかも。こっちだった。こっちの切って、こっち受ける。なんとかギリギリ受けれる形にするべきだった。かもうこれを割り切って捨てるか。まあでもどっちも待てるって意味ではいいか。どっちも待てます。これが浮いただけなんで大丈夫です。そうだ、これ存在してる？存在はしてるね。この世の中に存在はしてるらしい。だるっ！まあ、ここ両方待ってるのと。悪くはない。おお、俺だけで初引き切ったわ。そろそろやばそうだな。これやばいかも。いいか。誰が持ってんな。あ、持ってないか。あ、できったな、これ。ちょっとそれくれよ。俺に。できったね。これ。これもできった。あ何今の。あー、やばいってことね、これ。これやばい。無理やりこれテンパらないと。無理やりテンパらんとまずい。テンパってないもんね、俺。あ、まずい。なんか全然来なかった。いや、来てたのか？俺が見落としてるだけで。いい感じの、あれが。あ、最悪。親が流れた。テンパらんところ親流れる。テンパるって俺がパニクってるわけじゃなくてね。リーチの形にしないといけない。あ、でも終わり？あ、終わり？あ、終わりだ。はい、強いと。はい、強いと。はい、次いきますよ。はい、石油と討伐戦いきますよ。これ皆さんね、ちゃんと打ってくださいね、最後まで。25組これデスマッチ始まりますけど、101人での。これ1人破れますよ。1人破れますよ、これ。4×25 で100なので、1余りますよ、これ。あー、いなくなった。余った人抜けちゃった。冷めちゃった。一人冷めちゃった。ジャンタク冷めちゃった。これちゃんとね、やってくださいね、皆さん。逃げないでくださいよ。関裕太がいないからって。皆さん、まあ抜けてもいいけど。まあやってください、せっかくなら。せっかくならやってください、このゲーム。触れてください。100人いるんだからちゃんと触れてやってください。はい。僕とマッチングしなかった人、僕の配信見ながらでいいんで、マッチングした人は配信見ないでください。ゴーシングやめてください。マッチングした人やってくださいね、ちゃんと。あ、テンポいいなって多分わかるはず。これスマホでできますよ、スマホで。ね？ MJ。スマホでできますよ、これ。これめちゃくちゃ俺いいこと言ってない？テンポいいし、スマホでできる。これ LINE で
LINE で招待できますよ、これ。LINE で招待コード送ってできますからね、これ。俺、めっちゃいいこと言ってない、今。これ、多分第2回あるな。あ、これ。あ、ゲーセンにあるね、これ。そう、ゲーセンにアーケード版あるって書いとった。だからテンポいいんだ。ゲーセンでもできますよ。これ出先でもできますよ。スマホとゲーセンで。スマホ忘れてもゲーセンできますからね。あ、やろったら。おやばい、まあいい、めっちゃいいこと言っちゃった、俺。第2がありますよ、これ。スマホでできるのいいな。課金で手札の強さが変わる。クソレビューみたいなこと言うな。クソレビューみたいなことやめろ。パチ屋のレビューみたいなのやめろ。絶対ありません、そんなことは。ありません。あ、こういった。俺は逃げない。俺もリーチ行くぞ。手札にヤバいマークは出ないの、これ。現物を切っていく。ロン、そこら辺やばいなと僕は分かってましたけどね。僕はやばいなと分かってましたけどね。連品ドラ。連品？何連品って。立直と平和で連品っていうシナジー効果が生まれて合体技みたいな。なんだっけさっきのなんたらかんたらツモとリーチでリーピンだっけ？ん？リーズモか。あ、つーえ！なん、誰が決めたの？そんな呼び方。難しくない？マジで誰が決めたんだろうな、そんな呼び方。連品って言うんだ。平和と立直で。覚えてる人いるんかね、そんなの。プロでも呼び方と覚えてない人いそうだけどな。さすがに全部は覚えてないみたいなの。うん、悪くない。でも引いた。いいところで13。俺が欲しい牌が来る。俺クソ強い。俺上がればええよ。ん？ん？チッ！やべ。大丈夫。これが来ればいい。話は早え。いや、俺は多分まだ出揃ってないと思う。これはよくある、そういうことは。多分まだ出てないやつがある。それを俺が取ってこればいいか。余ったやつを誰か捨てる。はい、上がり。
はい、それキュンキュンキュン。チュン、ドラさん、マンガン。はい、強い。ドラさん、マンガン。なんだこれ、4班40分って。班はわかるけど。振ってなんや。ただなんでこれで漫画なの。漫画ってこんな簡単にいけるっけ。強っ。俺今日調子いいな。マジで強いじゃん。計算複雑だね。計算の仕方を教えてほしいね。今捨ててたくんのマジムカつく。搭載してる。俺の頭の中見るの、俺の頭の中見る機能搭載されてるこのゲーム。覗き見られた気がする今。はいポンそれ。はいそれポン。震えろ。親がな、ハクハッチュンをポンするってのはどういうことだ。わ。親がハクハッチュンをポンするってのがどういうことか、俺が教えてやるぜ。はいそれカン。震えろ。うわあ！やばすぎ。これやばすぎだろ。見えてるだけでドラ4。もう俺他の人動けないっす。これもうダメ。他の人多分身動き取れない。ビビって。もう俺マジでこれ敵一発で殺せる。これ欲しいな間。受けたいな。無理やな捨てる。これがカン言うたや。俺はカンで全て持ってくる。相当すごいんじゃねこれ。あさすがに来ないかな。こっちにしよう。さすがにちょっとひよったかな。さすがに短期はもったいない。ここまで来たら高みを目指したかったけど。ポン。おいおいおい乗ってんな。ドラはドラゴ、ハネマン。はい、ハネマン。ドラの席。ドラだけの席。俺、つえー、俺、つえー、マジで。誰か殺したろ。殺します、マジで。一人ぐらい殺してあります、俺。マイナスに持ってきます。殺したろ。南。白。東。これ、あれにしか見えないんだよな。近所によく生えてる。潰したら、手がかぶれるやつ。あんま俺はかぶれないけど。あれにしか見えないもんね。なんだこれ。何がモチーフなのこれ。よく生えてるやつ。近所に。やるじゃん。
謎のベリー。うん、危険危険マークつけるけどね、多分危険じゃないですよこれ。言うほど危険要素ありますこれ。逆に見したろ、俺絶対危険じゃない。脅しだよこれ。めちゃくちゃ脅してくるの。やべ、時間ね、最悪。なんかでも結構これすごいな、リーチなのかな。あ、絶対危険じゃないですもん。ほら、危機感持てとは言ってるけどね、これ必要じゃない、必要以上に煽ってる。これ危機感を持たせるためにやってる多分この警告。そんなに危険じゃない、場の流れが俺分かるんで大体は。これ浮いてんのかな、いらないな。ここ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 、こうこうか、ここここここだから、やーべ、来ないわこれ。これは危険かもしれません。うぜえ、煽ってくんのこれ。いやー、そう、うぜえ。ほう、これでも確かに、確かに危険だね。トイトイドラさん、バイバン。は？言ってやるじゃん。これ確かに危険かもしれないってなるな。勝ち逃げしたら俺上がったるわ。なるほどね、面白いかもしれん。このアシスト機能、割とね、今ね散々鳴ってたやつ出したら当たっちゃったから一理ある。まあ危険だなとは僕も分かってましたけどね。上がったろ。めっちゃ早い。めっちゃ早い。綺麗に来すぎだよ。はい、ドロポン。これね、どっちも、これね、俺、あえてこっちで待つ。これ、あえてです。見せてるから、これを。これを見て、これ、ここ、あえて俺、ここで行きます。あえてね。来るんだな、これが！はい、勝ち。俺の勝ち。はい、俺の勝ち。チュン。チュン。チュン。俺、つえこれでもさ、配信で麻雀やりてえなって時さ、リスナーとやりてえなって時さ、このさ、デスマッチ方式めっちゃ良くない？このバトロワ方式。
だってもう部屋立ってさ、もう入ってるわけじゃん。で、再生ポチッと押すと、もう中で100人待ってるわけよ。わかる？ここからランダムで選ばれるのよ。よくないこれ。もうリスナーと一生回せるよ、これ。毎回ランダムで。中で100人もう待ってんだよ、すでに。めっちゃよくない？バトルは麻雀。返しよう。まあ、これ一人暴れますけどね、これ。で、25組勝手に組んでくれるわけだ。まあ、今一人もう、ぼっちできましたけど。あ、これ、キュインキュインキュインって言ってんの。これ、ガチであれなのか。コラボなのか。コラボっていうか知らんけど。ガチであれなのか。あ、そうなんだ。キュインキュインってセガだったんだ。そりゃキュインキュインさせるわ。いらん。ドラはいらん。あ、これいらんかったわ。まあ、いいや。1。3段いるんだけど、3段。もうランクいくつまであんのこれ。初段、1段、2段、3段、もう9段ぐらいまであんのか。どのぐらいまでランクってあるんだろうな。3なんて相当やってるだろう。リーチです。やる。言うて結構みんなね、危険マークついた。まあ俺捨てねえけどな、これは。これはね、ガチで危険ですね。やべ、時間ね。これはちょっとガチで危険ですね。これは多分いくと思うわ。優秀だわ、システム。あー、くそ、ここしかない。システム優勝。おっ、全然危険じゃなかった。まあ、でも、あ、危険だね。今回の違うのか。はぁ、リズモ、チートイ、ドラドラ、パネマン、門前払い相撲、7対5、つえー、7球つえー、マジで。白髪春初か。キーは初やな。あ、つえー、運ゲー超えてるわ、これ。つうか、これ。これ、あれだな。何？はい、南もらいます。あれじゃん、これ。あれ、多分同じやな、会社。あんま下手なこと言わない。はい、それもらいます。どれにしよっかな。僕はこんなんで上がりたくないですけどね。まあ、僕ここから修正していきますけどね。まあまあ出しちまったらしょうがねえ。出さないこと祈るよ、俺は。みんながね、このクソみたいな灰を。俺はね、正直ね、これで上がりたくない。こっから俺は手を加えていくつもりだから。もっと高くしていくつもりだから。出さないでほしいなぁ。上がりたくねえわ、俺こんなんで。上がりたくねえわ。
こっちも来そう。いや、上がりたくねえわ、俺こんなんで。申し訳ねえもん、こんなんで上がっても。三段の人のね、親をね、こんなんで流してもね、申し訳ねえもん。まあ、こっち怖いからな。まあそういった意味で俺はみんなを救うためにクソみたいな手で上がるかもしれない、これで。うん。もうよ。いや、もう絶対来るね、俺。缶か。これも缶して。ちょっとそろそろ怖くなってきた。誰かもう平和的に行かないか。もう俺に振り込んだら楽になれるよ。マジで。マジで俺に振り込んだら楽になれるのに。みんな。そろそろ痛み分けといかないか。カン！大丈夫。意味のない。意味のない缶になった。今出たドラは潰れてる。まあ、リーチしない限りは。この缶は意味がない。怖い。これでか。これあと1個？これ来ますね。あ、ないわ。違うわ、ないわ。ん？ 1、2。あれ？これどこにあんの？ 1、2。あ、どろ、あ、ここか。ここだ、ここだ。あ、いや、これ来ます。これ来ます。おらー！これ聞きます。まあ最後なんでね。なんだって？なん。はい、俺の親。もらってくぜ、親。俺は東家。関なんだが。関です。何この演出。すえ。あ、これつえ。こっちで行きましょう。これ強え。ここで安い手は嵐。いやいやいや、どっちにみんな上がれてなかったじゃん。あのクソみたいな手より先に上がらないんじゃダメだな。ダメかな。ちょっと申し訳ねえけど。ダメかな、上がれないようじゃ。文句は言えないな。これは、ポン。もらっとこう。ここねえかな。まあ、もらっといて、これ行きましょうよ。あ、ポン！あ、ポン！いや、これちょっと捨てれん、俺は。ここはちょっと。いや、ここはちょっと俺諦め。最後の一戦かな。これが俺の。俺が高い手を狙っていくという最後の一戦かな。なんと言われると。
よ。爆発チューン白ね、これで強くなるのは。これ来ないっすね。最悪することになるかもしれない。だってもう出てないっていうか、出そうってない。まだあんのか一応。これ来ないっすね多分。でもなんでなんでこれあれになった。俺あやべえ最悪。なんでうん、それポン来たわ。これ来たわ。震えろこれ出そう。みんなも俺ガン逃げですね。ガン逃げっすね。間違いありません。逃げてる。逃げ二人。ああ、もうそれじゃ勝てない、麻雀は。前に進み続けないと。勝てねえよ、そんな麻雀。勝てねえよ、そんなんじゃ。進め。逃げるな。あ、逃げですか。流局。進めば二つやぞ。勝てませんよ、そんなね、そんなんじゃ。え？これ流れんの？あれ？テンパったら流れるんじゃなかった？これ何これ？ローカルルール？あれ？ローカル？これセガルール？ああそう、ああなんかあれによるんだ。これ地域による？まさか地域差出るな。いらねえ、こういうの来るとこの3つ並んでるところにこれが来ると俺頭テンパるから嫌なんだよな。テンパるのは頭の方なんだよな。こういうの来るのマジで嫌なんだよな。これ綺麗に3つ揃ってる時にさ、順番のやつが来るとすげえうざいんだよな。くっそわかんなくなる。俺、でげえの来るぞ。ワンチャン。すごいの狙えるよ。狙える圏内ではある。ちょっと待って、やばい、時間当たり。いやいや、ちょっと、これ揃えるわ。これ揃えると、これね、セットボーナス発動してめっちゃ強くなる。これ。これ系。ちょっと口では言わんけど。この同じ数字が並んでる。これマジセットボーナスある！これくっそ強くなる！セットボーナスで。これ全部自力で持ってくると。ちなみに泣いたらダメ。ポンしたらダメ。ポンせずに、これを全部自力で持ってきたら、セットボーナスが発動する。麻雀は。マジで強い。これ俺出たことない。今まで。一度も出たことない。
出揃ってないね。俺が弾けるかどうかは別だからな。まだ出揃ってない。マージャンって結構セットボーナスみたいなのあるよ。あ、ちょっと待って、出てるよこれ。あ、出てるわ、ダメだ。これダメか。まあこっち引けばいい。これが来たらいい。これすげ替えればいい。あれ？でも頭1個あってもいいのか？ダメか。あれ？頭1個あってもいいのかな？これ今出ちゃったな、しかも。本当に？いやでもこれ自分で弾かなきゃダメなんだよね、多分。これあれだね。あれこれ劣化版だね、劣化版。これ三暗黒だね、これ。三暗黒になっちゃうんだよ、これ。これ自分で、でも、もうなかった、今。なかったから、ポンするしか、ロンするしかなかった。これ自分で弾いてたら四暗黒になるよ、これ。三なんだよ、これ。だから暗黒がちょっと弱いんだよね。闇が弱い。まだ。四暗黒になるよ、これ。自分で弾いたら。闇がちょっと弱かった。また会いたいな、また来てねまた来てね。どうだ、これもう一戦か。これ待たせることになっちゃうかな。ちょっと待って、俺他の人待たせることになっちゃうかな。今から始めると、これ一曲何分ぐらい経つ。6分か、ちょっと無理だな。時間が半端か。待っといればいいかな。もう集合しといたらいいか。じゃあ、あと5分なら。いや、でも普通に。ちょっと普通に。連絡しとこう。でも、やりやすかったっすね。あと、普通にやりやすいのと、まあスマホでできるってのでかいかな、やっぱりね。スマホでできるのと、なんか LINE とかで招待してパーッとできるらしいし、すげえいいんじゃないですかね。テンポいいわ。あとなんかとろくさくなかった。結構手が動いてる間次の人打てねえとかあるけど、つもぎりすらできねえみたいな結構あるけど、テンポ良くてよかったな。そこに関してマジで。早い。結構せっかちの人いいと思うわ。こんにちは。あ、あいつ、ちょうど今ね、はい、ラストマッチ終わって帰ってきました。俺も今、はい、ラストマッチ終わってきました。いいっすね。いやー、勝ったと思ったら最後、2位になっちゃった。僕はボロ勝ちでしたね。あー。ボロ勝ちですね。なるほどね。三暗黒引きましたよ。三暗黒。三暗黒ね。自分で引いたら四暗黒だったけど、ちょっと闇の力が足りなかった。ああ。暗黒騎士になれんかった。そうだよな。やっぱ麻雀でも、いや、やっぱやめとく。何？いや、何もないっす。もう一戦いかと思ったけど、時間多分あれだなと思って、ちょっと待ってたわ。ちょうどいいぐらいかな。俺もちょうどいいかなって思って、様子ディスコードの様子見に来たら、なんかイヤホンミュート外れてたからいけるかな。そうそうそう、なんか大丈夫。あの視聴者が捨て牌で川に337とか切ってなかった切ってねえ。あ、切ってねえか。いやでもどうなんだろうね。リーチになった瞬間スッと出てきたけどいや違うでしょ今最後違うと思いますよ。最後あと1個ってなった瞬間にスッと出てきたね次の手で。ああ揃った瞬間、いやよくあるっしょ、マージャンなんて。まあ、ね、あるかな
なおいおいおい釈迦くん、そうやってさ、はい、ゲーム姿勢にしたんだ。何にした？システムのせいにしたんだ。いや、してないですよ。あ、そう。いや、これあれだよ、これみんなとやってた時のやつだよ、関さんと。あ、ほら、言い訳したんだ。いや、言い訳してないですよ。言い訳っすよ、言い訳。いや、あれでしょ、はい、はいが多くなった話でしょ。そう。いや、このゲームははい多くなりませんよ。そんなシステムありませんよ。あるわけないじゃないですか。ガチでないですよ。はい、多くなるという話が一瞬ありましたけど、そんな言い訳をしていた人がいましたけど、ありませんからね、あれ言い訳ですよ。いましたね。誰だろうな。俺か。誰だもん。俺だ。ありませんよ、そんなものは。いや、クソ、勝ちたかったな、最後。戦績は僕2回1位取りました。過去のランキング、いや、俺ね、俺1位取ったっけ。取ってない気がする。これ見れないのかな。あ、プライベートだから見れないね。比べはさすがに、比べはね、うん、さすがに見えなそう。ありそうだ、総合戦績てかさ、なんか参加者の人にも あるんだ。プレイ履歴、あ、1位 25%、 2位 25%、 3位 24%、 4位なんで 24% になるのこれ。何それ。え、ちょっと待って、俺3連続1位だよ、これ。やらせ、3連続1位みんなこれやってくれた俺に。え、3連続1位で終わったの。はい、やば、センスあるな。絶対337拍子だったよ。絶対みんな振り込まない。なんか、うん、確かにね、ローン多かったね。ローン多かった。ローン妻じゃなくて。ローン多かったね。まあ妻もありましたよね。まあまあ、でもまあローンが多いのはまあ普通ではある。そう、まあ結構待ってたからね。うん、三蔵チーソーやってくれたのか。スモハイロンハイ、そうか、表情がらしてくれたのか。なんかルームにさ、ああ、タイトルつけてる人いなかった？最初に来た二人もそうだけど、なんとかハイみたいな。あ、いや、うちはね、十級がやっぱ多かったくないか。いや、七段とか来たかな。なんかタイトル持ちいなかった、そんなにランク高くても。なんたらなんたら杯、なんたらカップ、 S 強みたいな。俺キャラの見た目に目が行きすぎて、はいはいはい、あの兵道会長とかジャグラーとかいてさ、あー、キュンキュンキュンってあったよね。そう、俺もそれでなんか聞いたことあんなっつったら、あれなんですね、同じなんですね。音ジャグラー杯14位いたらしい。ジャグラー杯ってなんだよ。そう、なんかそういうの結構あったじゃん、なんたらハイみたいなの。あ、なんかイベント結構頻繁にやってんだなって。おう、俺ね、多分すごい、なんかサンマ部門なんたらみたいなのあったよ。へえ、なんかそういう、そう、多分ゲームでイベントやってんだよ、イベントカップみたいなのあんのかな。そう、今もほらロビーに戻ったら爆ドラ一曲戦っていうのあるよ。炎のギャンブル宅祭りっていうのやってる。あ、本当だ。そのイベントやってんだよね、こういう。プロジャンシカップもやってます。これいいっすね、プロジャンシカップ。プロ同士やってんのこれ。いや、これがあれじゃない、それこそプロのプロジャンシってやれるやつなんじゃないか、わかんねえけど。そうなの、プロのなんかすげえローンみたいな、ありがとうございましたみたいな音声あったけど、多分プロの人が、プロの人が多分声当ててるんだね。あ、そうなんだ。そうな、そういうコラボしてるっぽい。あるわ。なんか普通にできるっぽいな、俺らも。だから多分プロジャンシとやるんだろうな。SP ゲスト対決。本当に？スコアで勝てば宅配系アイテムゲット。本当に？え、どっちなんだろうね。いやいや、これあれじゃない？なんか その AI とかじゃないのかな。本物がリアルタイムで売ってんのかな。今それはさせんなさそう。なんかその人の癖とか、なんかあれを あれしてる CPU とかじゃないのかな。まあさすがにリアルだはできないよね。めちゃくちゃ大変なことになっちゃうからね。そうか、まあ倍率えぐいか。うん、全然マッチング始まらんみたいな。クソ忙しいやん。うん、
あプロも参戦してて運良ければ当たるんだってたまにやってて。へえ。詳細押せるわ。クソ強そう。すげえ。つか実際前に、うん、その、うん、現場行って会った時やってるって言ってたわ。うん、おお。やっぱこういうのでやるんだね普段から。すげえ。なんか長引いてるな。いおりさん。始めちゃった？ちょっと配信見に行ってみよう。画角すごいすごいあれになってる。あでももうオーラスですね今。あ本当に。ワイプと画面の比重がすごい。どないなか見に行こう。ワイプが4分の3。はいはいはい。でも見やすくていいな。全然見えるわ。いろんなものが見える。お願いします。お疲れ様で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 す。よいしょ。どうでしたか？足が出てしまいました。足？いや、うん、足3分遅れちゃったから。ああ、そういうことか。そう。いや、でも楽しかったね。ちなみにどんなもんでしたか、うん、調子は。でもなんか上がれたりチートイできたりとか結構なんか2位3位のところも多かったです。1位はなかった。なかったんだよね。あ、オッケーオッケーオッケー。なんか関さんがね、うん、なんか3連続1位らしいんですよ。めちゃくそ良かったっす。嘘。マジ良かったっす。やってると思ってる、うん、俺は。何やってる？やってる？何が？いやー、なんか接待？おい、自分たちが取れなかったかってやめてください。真剣勝負ですよ、僕らの場は。まあ実際そう。やめてください、実力ですよ、実力。でもうちの宅初心者の人からもうなんかめっちゃやり込んでる人まで来てて、うん、まあ初心者かどうかわかんないけど、そのアカウントで言ったらね、うん、ね、で来てたけど、うん、マジで上手い人多かったわ。多かった。すごいアイコンの人が来るとちょっとドキドキしますもん。そう、なんかキラッキラのアイコンのね。そう、わかる。やってるからのやつね。そう、なもうちょっと勝ちたかったけど、最後1位で終わりそうだったのよ。1位で終わりそうだったのに、最後の最後にバコーンって上がられて、はい、2位になって終わっちゃった。悲しい。いや、まあ俺はとにかくボロ勝ちしたから超気持ちいいわ。最高に。いいな、いいな。ボロ勝ち、ボロ勝ち。なんかそう、なんかさ、あの最初についてた実況解説のボイスあるじゃん、はいはい、はいはい。なんかあの人めっちゃチートイ好きな人らしくて。あ、でコメントでも教えてもらいました。そう、俺なんかチートイテが来た時にさ、その始まる前にその画面もコメントも見たらやっぱちょっと分かっちゃうじゃん。うん、だからまあ声だけだったらいいよって言いながら売ってたんだけど、その音声だけだったらまあ配信つけながらやっていいよって言ってたんだけど、これはチートイツかってめっちゃ言われて、多分それでもろバレた。なるほど、バレる。いや、なんか結構なんだろう、その実況の人が突然おかしくなってかおかしくなった。そう、なんか突然ネチネチした喋り方で夜も更けてきましたねみたいなことを言い出して、ネチネチ。どうしたどうしたって思ってました。ええー、癖強。そう、すっごい突然癖強いの投下してきました。なんか、特殊演出があるんだと思う。チートイもそれっぽかった、なんか。ああ。結構面白くてね、うん、打ってる時も暇しなくてよかったですよ、うん、一人でやってる感じがしなかった、やっぱな、みんなでやってる感じがしましたよ、俺は。で、関さんはでも切ったんですもんね。切っちゃいましたね。切ってやってましたね、そういえば。そうっすよね、そうっすよね。怒られるんで。でもね、2つの楽しみ方があるっていうのいいことですよね。そうそうそう、うん、そうだね、うんうんうん。いろんなアシスト機能あって、なんか自分に必要なやつと不必要なやつとかが結構選べてできたから良かったわ、う
確かにね。はい、あと私、あの入局しそうな時のなんかデデデンみたいな音好きでした。あ、 あるっすね。あれいいね、あれいいね。デンデンって言ってくやつ、ね。いやー面白かった。やばいぞっていう音が。危険マークよ。はい。おい。何危険？いや危険マーク出したら、本当に危険だったわ。あと。本当に危険だったわ。いや、俺は危険じゃない。いや嘘しちゃって出したら、危険でしたね。ちゃんと危険だった。危険でしたね。俺結構出したけど危険じゃなかったけど。あそう。いや危険だよ危険。それ運が良かっただけだよ。あれ危ねえよマジで。でもかなり危ない。前まで教えてくれるのやめっちゃ優しいですよね。ないですよね、こんな。逆に何にもなかったら絶対大丈夫だなと思って出してたけど、うん、人がリーチしても絶対振り込まなかった。何もならないと。危険、本当に危険かなっつってペッて出したらロンロンって言われたの。いや一回、まあ、危険ならちょっと一回下げたんよ。ああ、まあでも次、まあでも言うて嘘だろってパッと出したらそれだってやっぱり。まあ初心者の人にはちょっと助かりますね、うん。あとあれですよね、これさっき釈迦さんがパイ多くないって言ってたじゃないですか。はい、あれはね、釈迦さんの目が疲れてるせいです。そんなシステムはないですよね。ない、ないです、ないです、はい、はい、すいません、すいません、失礼しました。忙しいからやっぱり。はい、そうですね。はい、はい、臨場感が今日は行ったところですか。はい、はい、行ったところですね。いや面白かったな。もうちょっと2人とも打ちたかったけど。確かに、ね、まあ、また今度日改めてやりましょうよ、うん、できそうな時に、ね、ぜひぜひ、はい、はい、じゃあ終わり、以上でこのままですか。はい、終わります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。